こんにちは。今日ですね、名古屋の大高緑地公園にやってきました。名古屋では有名なランニングスポットの一つですけれども、県営ですね、大高緑地案内図となっております。今第1駐車場、このように、はい、ちゃんとこの、ね、車も止める場所もあって、快晴です。ぐるりとね、約4キロぐらいの距離ですかね、はい、走ることができます。まあ、中には竹林とかで、プチトレイルランニング的なものもできる場所もあり、非常に起伏の激しいコースとなってますので、トレーニング、にはね、結構最適なコースかと思います。ではちょっと走りたいと思います。はい、ではですね、これから簡単に私がね、いつも走っているコースをご紹介します。はい、まずこちら大高緑地公園のね、第1駐車場に、よく止めます。まあ別のとこ止める時もあるんですけれども、そしてここに自販機がねあるので、ここでペットボトルを、まあ、ポーチとかにねセットして、もしくはまあ何も持たずにね走り始めます。こういった道をね歩いていきます。あそこにねお手洗いもありますので、環境はバッチリです。非常に緑豊かな緑地というだけあって、緑豊かな公園ですね。このような公園に出ます。土日はですね、非常に子供連れの家族で賑わっている、はい、広場ですね。はい、ここですね。で、行きましょう。子供が遊んでるので、ね、注意して通り抜ける場所になります。からですね、このような道を走っていきます。最初はね、下りになります。ちょっと高台にあるんで、ね、このように住宅街の風景もね、分岐点で入ると ちょっとしたトレイル気分を味わえるコースが出てきます。XPR Z3 なんですけどね、こういうね光が入る場所を通ると、上が光がちょっと入り込んでね、白ぼけしちゃってるの分かりますかね。上にこう手をねかざすと、このようにほら綺麗に映るんですけど、この辺りのちょっとほらこんな感じで、ぼけちゃってますが、今ねちょっと通っていった方がいらっしゃいましたけども、結構ランナー走ってます。
竹林コースをね行かない場合は、はい、この道に行きまして恐竜が見えてきました。はい、ここも公園です。はい、あそこに新幹線がね通ってます。はい、恐竜を越えますとこっからが怒涛の登りのコースとなります。はい、ただねひたすら登りになります。でここが竹林散策路、先ほどの、ね、入り口から出口になりますね。こっち入り口と書いてますけど、はい、ずっと登りです。ちょっと下ります。突き当たったら階段登ります。はい、交通公園のところに出ましたね。すぐ行くとテニスコートがあります。はい、さらに渡ります。この辺ちょっとややこしいですけど、はい、そして下りですね。ここは楽なポイントになります。また横断歩道を渡ります。ちょっと見通しがね悪いので気をつけましょう。キャンプ場のね近くになります。行きます。なかなかね、いろんな道があって、皆さんお気に入りのマイコースをね探してみるのがいいと思います。ここがね道を渡るポイントですね。看板が見えてきたら行き止まりになりましたね。この辺はですね、このように湿地がね、はい、あって休みになると、今ね復元作業中って書いてますけど、お子さん連れのお父さんがタモを持って何かを取ってます。あ、なんかいい湿地ですね。なんかいろんな寝そうな気がします。日も暮れてまいりました。どんどん行きましょう。池が見えてきましたね。ここもね湿地になってまして、結構子供が遊んでるポイントです。このように下に降りるとですね、はい、このように
湖が中央を遮る。中間ポイントとしての休憩にもいいかもしれません。そこだと思いますね。カップルで来られる方、家族で来られる方、乗ることができます。池は渡るですね。こちらを通ります。池の端っこですね。夕日が綺麗です。先ほどいた橋があそこですね。そして戻ってきました。はい、元々の第一駐車場ですね。ということで今回は名古屋にある大田区緑地公園の私が走っているねマラソンというかジョギングコースをご紹介しました。はい、名古屋からこちらもね、まあ30分足らずで行ける。起伏も結構あって、まあ、休みなんかねのんびりと走るには非常にいい場所かなと思います。駐車場もあってですね、今気軽に行けるスポットの一つじゃないでしょうか。車を置いて走ってます。じゃあですね、皆さん、まあ、名古屋とかどんなところをね走ってらっしゃるか、おすすめスポットとねありましたら、また教えていただきたいなと思います。見てくださいね。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。